天岩戸神社東本宮へ来ました。西本宮から歩いていると途中橋があり、覗くと結構な高さで、高所恐怖症の私は少し怖かったですが、眺めは良かったです。第一の鳥居をくぐると天の渦目巫女の像がいきなり動き出し、めちゃくちゃ驚きました。東本宮は天照大神が天の岩戸からお出ましになられた後、最初にお住まいになられた場所をお祭りしています。御祭神は天照大神です。本殿に戻る途中には天保からの古い灯籠の跡が残っていました。空気も澄んで気持ちよく参拝させていただきました。感謝です。最後までご視聴ありがとうございました。次回は高千穂峡へ行きます。チャンネル登録お願いいたします。